柳瀬洋平は宮城テレビのアナウンサー。東京都世田谷区出身。成蹊大学を卒業後、1999年に宮城テレビに入社。2004年6月から2008年3月まで朝の生放送ワイド番組、ズームイン。スーパー番組内において宮城のキャスターを務めていた。その他、サッカーなど、スポーツ中継の実況などを主に担当。 2004年10月23日に発生した新潟県中越地震では NNN 取材団の一員として現地リポーター2005年8月16日に発生した宮城県沖地震では天井タイルが落下したスポーパーク松森から初めての生中継を2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災では NHK よりも先に 激震に見舞われた仙台から生の声を日本中へ届けた。2008年3月31日より定年退職する竹花順位の公認としてニュースリアルタイム宮城のキャスターを務める。2010年3月29日からは宮城ニュースエブリーのキャスターを引き続き担当することになった。2010年にアナウンサーの後輩の深井幸恵と結婚。 同年12月に第一子、2013年7月に第二子が誕生して、以降は、次女の父である。2020年に第41回、NNS アナウンス大賞テレビ部門大賞を受賞。耳が動くのが特徴。また、スキューバダイビングの資格を取得。ありがとうございます。